グラント軍は、アメリカ合衆国オレゴン州にある軍であり、東オレゴン8軍を構成する軍の一つ。2010年時点での軍の人口は7445人だった。オレゴンディオグラフィック・ネームズによると、軍名は、オレゴン準州の陸軍士官であり、軍発足時に、北部諸州の大将だったユリシーズ・グラント大統領に、由来する。軍庁所在地は、キャニオンシティである。 グラント軍は1864年10月14日、ワスコ軍というマティラ軍から分離独立する形で発足した。発足以前には裁判を行う時には広大なワスコ軍の軍庁所在地ザダルズの裁判所までわざわざ赴く必要があった。そのためザダルズから遠い土地では法執行が困難となっており、裁判所で小取引を行う市民にとって大きな重荷となっていた。 1889年、当初のグラント軍の南部半分が分離独立し、ハーニー軍が発足した。同じく1889年、グラント軍北西部の一部が、クルック軍の一部とギリアム軍の一部と合わせて分離し、ウィーラー軍が発足した。1862年に、ウィスキー平原で金が発見されると、10日と経た,たぬうちに、推定1000人とも言われる採掘者が、 キャニオンクリークのほとりに陣営を建てた。これにより人口が増加すると軍政府の必要性が高まった。グラント軍の政府は1857年にオレゴン州の人々が批准したオレゴン州憲法及び改正オレゴン州法に従って運営されている。グラント軍は古き西部の政府システムを採用しており、軍藩事一人と理事二人から構成される。 軍法廷という形態をとっている。軍法廷はすでに司法権の大半を失っているが、現代では軍政の行政機関として機能するに至っている。グラント軍には教区や村は存在しないが、町という用語が軍内の都市を指してたびたび用いられる。なお、この町は非公式のものであり、オレゴンの地方行政区分として公式に指定された町とは何ら関係はない。 グラント軍の第三大軍判事を務めたシ士なナトゥス・ハイナー、ジョアキン・ミラーは著名な詩人であり、劇作家であり、西部の博物学者であった。彼は山脈の詩人、ロッキーのバイロンの異名で知られた。軍長はキャニオンシティに置かれる。1864年にグラント軍が発足すると、キャニオンシティはオレゴン州最高の人口増加率を謳歌した。 採掘や放牧、材木やサービス業や公共事業などの産業が発展すると工業や農業の中心地として多くの人々が移住してきた。1930年代からはジョンデー氏が軍の経済の中心となっており最大の人口を抱えるに至っている。アメリカ合衆国国勢調査局の発表によれば軍の総面積は11730平方キロメートルで そのうち11,730平方キロメートルが陸地2.6平方キロメートルが水地である。グラント軍が隣接する軍の数はオレゴン州の他のどの軍よりも多い。軍内のおよそ63%の土地は連邦政府、特に林野局と土地管理局の管轄下となっている。グラント軍にはマルヒア国有林のほとんどの区域とワローワホイットマン国有林、 ユマティラ国有林、オチョコ国有林のそれぞれ一部を含むほか、610平方キロメートルを超える連邦政府指定の野生保護地域を含んでいる。軍内にはジョンデー川の源流がある。ジョンデー川で指定された野生景観河川区域はアメリカ国内の川としては最も長い。軍内の標高は最も低いところで、キンバリー近郊のジョンデー川の八百二十フィート、 最も高いところでストロベリー山山頂の9038フィートである。地形は広々として穏やかな丘や谷では大草原や放牧地が広がっているが、急瞬や山々に目を向けるとゴツゴツとした岩肌が目立つようになる。軍内にはこの中間となる鬱っとした森林地帯や緩やかな山や谷も広がっている。その他、軍内では、 山よもぎと若干の草木しか生えていないような高原砂漠も各地に見られる。グラント群の空中写真ブルー山脈の南側はグラント群の土地である。この地域の森林地帯は特徴として下映えの密度が比較的低いことが挙げられる。19世紀にこの地を訪れた旅人や移住者は次のように言ったという。下映えが見られず木々の間隔もやけに大きい。 これなら、傾斜の許す限りに馬車をどこにでも連れていける、と。軍内の森林地帯であるが、乾燥した地域やだだっ広い地域、岩肌がゴツゴツした地域では、ウェスタンジュニッパーがまばらと立っているのに対して、標高が高くなると、モミの木が多く見られるようになる。その他の森林地帯では、一部の標高の高い地域で、ポンデロオサマツやダグラスファー、ホワイトファー、ウェスタンラーチ、 ロッジポール松、頭皮などが多く見られ、川や、渓流の近くではシロマツやヒロハハコやナギ、標高が高い地域では、広い範囲で、カバの木、アメリカ山ならしが多く見られる。アルドリッチ山脈には、アラスカキスギという珍しい種類の木が見られる。その他、様々な種類の草や、野花、ハックルベリー、ノイチゴ、アメリカにはトコ、さらには、様々な種類の食べられるキノコ、 中華であるヒイラギ南天まで見られる。ロシア原産の馬の茶引きは、オレゴン土着の植物ではないが、軍内の多くの地域で見られる。グラント群にはおそらく世界で最も巨大な生物が存在する。マルヒは国有林に生息する巨大なキノコ類、アーミーレリアサリディペスである。その大きさは、なんと8.9平方キロメートルにも及ぶ。 推定される重量は8500トンから1500トン、推定年齢に至っては2000歳から8500歳という生物である。今日見ることのできる地形は、前世時代の地形とはかなりかけ離れたものとなっている。化石調査の結果が示すところによれば、古生代から中生代初期にかけて、グラント群のほとんどの地域は海の底だったことがわかっている。 海底が地上に現れた後はカスケード山脈が当時は未だ形成されていなかったこともあり、グラント群の気候は比較的湿潤で穏やかなものとなった。新生代の第三期ではいくつかの川が現代ではありえないようなコースをたどってこの地域を流れていた。新生代が進むにつれて火山活動と大規模な溶岩の流れが地域内で発生し地形を激しく変化させた。 ジョンデー断層は、ジョンデー渓谷の南端にあるが、この断層が原因となり、隆起によって、ストロベリー山脈とアルドリッチ山脈が形成、さらには、グレートベースの北部境界線が形成した。地質的に比較的最近の時代では、最後の氷河期の期間のその直後にかけて、南東オレゴンには巨大な湖がいくつか存在した。氷河は19世紀後半までこの地域の山間部で、 繰り返し見られた。今日では小規模な氷河が一箇所だけ残っており、ストロベリー山脈で一年を通して確認されることが多い。ジョンデー化石層ナショナルモニュメント地区内のシープガン、グラント群は地質学的に豊かであり、群内にあり、全米有数の化石集中地区であるジョンデー化石層は、1974年にアメリカ合衆国議会によって、 ナショナルモニュメントに指定されている。高価な金属である金、銀、白金属元素、クロム、銅、コバルトもこの地域に見られる。この豊富な鉱物こそ、この地域に人々が次々と移り住んできた動力源であった。非常に古い変成岩であるジャモン岩のものと推定は、同地域内の多くの場所で確認される。ストロベリー山。 エルクホーン山脈の河口岩でできた峰や巨礫、そして多く見られる、ンペン岩、溶岩流、玄武岩の路頭などは、すべてこの地域で火山活動があったことを示す証拠となっている。熱水資源は今日でも尽きることはなく、その証拠に温泉が数多く残っている。ジョンデー化石層で、死ダ植物、亜熱帯、温暖地域で育つ、落葉生樹木、貝類、 サーベルタイガー、絶滅した馬やラクダ、大型のナマケモノなど、多彩な全滅種が確認されることからもわかるように、この地域では過去何千年という長い間に植物症、動物症の激しい変化があった。鹿、エルク、プロングホーン、クーガー、熊、高知の領蝶などは今日反映しているが、 これらの動物のうち一部の個体数は200年前の時点で非常に少なかった。19世紀初めにこの地域を旅行した探検家や罠漁家は狩猟動物が少ないこと、そして狩猟動物の捕食状況を記録している。グラント群に野生の魚としては数種類のマスが見られるほか、バスやパーチといった温水性の魚がジョンデー川下流で見られる。また、 海遊性の鮭やスチールヘッドも一定の季節に見られる。鮭とスチールヘッドのジョンデー川流域への訴状は過去50年間で大きく減少しており、コロンビア川における大型ダムの建設にその主要な原因があると考えられている。しかし、ジョンデー川では今だ目だった人工物の建設は行われておらず、近年では鮭とスチールヘッドの訴状数が回復しつつある。 ジョンデー川水系グラント群のほとんどの地域は、群内に水源を有する4つのジョンデー川の支流の流域にある。ジョンデー川水系の流域面積はおよそ2万平方キロメートルである。アメリカ、本土48州で第3位の長さとなるダムを持たない川であり、連邦が指定した自然景観河川としては、全米第1位の長さを誇る。グラント群の群域の水系は、 ジョンデー川の本流の上流部分、ジョンデー川のノースフォークの全域、ミドルフォーク、サウスフォークである。グラント軍から出たジョンデー川は、軍境を越えて、さらに296キロメートル流れた後、コロンビア川と合流する。グラント軍の南東端には、マルヒワ川及びリトルマルヒワ川の水源があり、下流でスネーク川に合流する。グラント軍南部には、グレートベースンの北限があり、 ここには、シルビーズ川の流域が広がる。シルビーズ川は南方に流れた後、東オレゴンのハイデザートにあるハーニー湖に流れていく。グラント群の南西端のわずかな地域では、クルックト川とデシューツ川の流域が広がる。グラント群の気候はやや乾燥している。平均年間降水量は、ピクチャー峡谷の近くで230ミ、mm、リメートル、ストロベリー山脈の近くで1000ミリメートルである。 渓谷地域での年間降水量は300ミリメートルから360ミリメートルで、高地では410ミ、mm、リメートルから610ミ、mm、リメートルで、ある。グラント郡全体の年間降水日数は40日から60日で、降水量は2.5ミ、mm、リメートルとなっている。郡内の降水量の大部分は山岳部に見られる冬の降雪である。この積雪は、耐水層を維持するために、 不可欠な役割を担っており、この積雪によって、春の雪解け水、そして一年を通じて流れる河川の水をもたらしている。群内の気温は地方によって様々であり、最も温暖なモニュメントでは7月の平均気温が、摂氏32度、摂氏10度、1月の平均が、摂氏6度、摂氏6度であり、最も寒冷な背中で7月に、摂氏27度、摂氏3度、1月に、 摂氏1度、摂氏13度である。過去30年間で記録した最高、最低気温は、オースティンで摂氏39度、摂氏38度、ジョンデーで摂氏44度、摂氏31度、ロングクリークで摂氏42度、摂氏32度、モニュメントで摂氏44度、摂氏32度、セネカで摂氏38度、摂氏44度だった。グラント軍の改正。 または、晴天の日数は年間およそ200日であり、これに、部分的に晴れの日も含めると、年間およそ300日になる。曇天の日数は年間およそ65日であり、部分的に曇りの日も含めると、年間およそ165日になる。グラナイト市は、ゴーストタウン化し、2000年の国勢調査における、市内の人口はわずか24人だった。 1862年6月にキャニオンシティ、そして同年7月にグラナイトで金が発見されると、金の採掘家たちがこの地域に流れ込んできた。巧妙な地質学者だったウォルデマー・リンドグレンは1900年に、この地を訪れ、1600万米ドルという量の金が、その時点までに採掘されたと推算した。採掘業は、鉱石の産出量を次第に高めながらこの地域の、 主要産業としての地位を揺るぎないものにしていたが、1942年10月に、戦争労働委員会が、金の採掘を違法とする執行命令を下してしまった。これにより、ゴーストタウンと化した金工町が数例発生し、東オレゴンにおける採掘産業は終焉を迎えた。残された採掘に使われた機材などは、 第二次世界大戦中にスクラップとして除去され、これにより、グラント軍の採掘産業のインフラは完全に消滅した。グラント軍の金の産出量は、ベイカー軍に次いでオレゴン州内で第二位という映画を誇っていた。グラント軍は自然資源に恵まれていることもあって、農業、牧畜業、材木業は、軍の発展と共に成長し、そして寄与してきた。 初期の頃には羊がこの地域の重要な農業基盤として扱われ、世界でも有数の規模を誇る羊の放牧が行われた。これにより大量の羊毛が同州ペノルトンのペノルトンウールワークスに供給された。牛と羊の放牧家たちはお互いに仲が悪く暴力沙汰になる事件もたびたび発生した。しかし1920年代から1930年代になると、 牛の放牧が農業の主要セクターとなり、この状態は現在まで続いている。公主農業、落農生産、果樹園経営は19世紀後半から20世紀前半にかけて小規模で行われていたが、第二次世界大戦中に市場の変化や労働者への圧力が起こり、これが原因で衰退した。材木業は1920年代にグラント軍で急速に成長し、 第二次世界大戦中から戦後にかけて再び成長した。牧畜業や材木業は現在でもグラント軍の経済の主要なセクターとして存続しているが、これらの産業の生産量と利益率は近年になって政治的要因や拡大する市場の圧力が原因となって減少を続けている。木材を燃料とした熱平器型発電所はこれまでに 軍内に2機設置されており、そのうちの1機は現在でもプレーリーシティで稼働を続けている。主に連邦政府の土地管理政策とグローバル市場の圧力によって、グラント軍の材木業や農業が打撃を受けていることが原因となり、グラント軍は30年以上にわたって、州内第2位という高いの失業率を経験している。軍内では、娯楽産業、観光業、 コテージ産業である程度の伸びを見せてはいるが、住民たちは新しい産業を勃興して経済に多様性をもたらすために苦戦を続けているのが現状である。軍内の労働力の4分の1強は政府または公共サービスに関わる職についている。東オレゴンの軍によく見られるように、グラント軍の有権者の過半数は共和党の支持である。2008年の大統領選挙の際には、 グラント軍の有権者の70.97%が共和党のジョン・マケインに投票し、26.05%が民主党のバラク・オバマに投票、3.94%が第三政党、またはライト・イン・キャンディデートに投票した。これらのデータはわずかではあるが確実に民主党支持に向かって有権者が動いたことを示している。実際、 2004年の大統領選挙の時には78.9%の有権者が共和党のジョージ・ W ・ブッシュ、19.2%が民主党のジョン・ケリー、0.9%が第三政党、または大党、インキャンディデートに投票していた。2000年から2007年にかけて、グラント軍の人口は4.5%減少した。この減少率はオレゴン州の軍としては、 最も高い。2000年の国勢調査では、軍の人口は7935人で3246世帯2233家族が暮らしていた。人口密度は2、2だった。1、スクエアミの平均密度に4004件の住宅が建っている。人種構成は白人95.69%、アジア系0.19%、 アフリカン・アメリカン0.10%、先住民1.60%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.68%、および本欠1.70%である。人口の2.05%はヒスパニック、またはラテン系だった。先住構成は、イングランド系17.5%、ドイツ系17.1%、 アメリカ系14.3%、アイルランド系9.0%である。3246世帯のうち30.10%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、57.90%は夫婦で生活している。7.90%は未婚の女性、または家婦が世帯主であり、31.20%は結婚していない。 27.10%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、10.90%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.39人であり、結婚している家庭の場合は2.89人である。軍内の住民はーセントが十八歳未満の未成年、十八歳以上十四歳以下がセント。 25歳以上44歳以下が24.00%、45歳以上64歳以下が27.90%、及び65歳以上が16.80%にわたっている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は99.30人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.10人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は32,560ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は37,159ベイドルである。男性は31,843ベイドルに対して、女性は22,253ベイドルの平均的な収入がある。 この地域の一人当たりの収入は16,794四米ドルである。人口の13.70%及び家族の11.20%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.60%及び65歳以上の10.20%は貧困線以下の生活を送っている。2000年の国勢調査のデータによれば、 グラント軍の労働力人口は3800人で16歳以上の軍内人口の62%にあたる。雇用先の内訳は次の通り。民間の法給労働者56.9%、民間の自営業14.7%、民間の無法給家族労働者0.8%、公的機関の非雇用者27.6%。産業別の内訳では次の通り。 教育、医療、社会サービス20.6%、農業、林業、工業17.3%、製造業10.0%、小売業9.8%、芸術、娯楽、保養、宿泊、食料7.6%、公的管理6.9%、建設6.5%、その他のサービス5.9%、運送、倉庫、施設5.1%、 専門職、管理経営、廃棄物管理4.1%、金融、保険、不動産、賃貸3.1%、情報1.7%、卸売業1.5%、軍内最大の人口を有するジョンデイ氏、ありがとうございます。